情景は平安時代以降の朝廷において、苦業が関わる組織や儀式、政務、く時などの各種行事における役目の中の筆頭のものを指す。転じて、情景になれる資格を持ったものすなわち、苦業そのものを指す別称として用いられた例もある。上の一字で表されることもある。情景という言葉がよく使われた例として、次の二つが挙げられる。一つは、 律令制の行政機関である大乗館機構の事実上の最高審議会議体である尋常などの苦行による会議の場における議長に相当する一番上位の序列のものを指す。ただし、苦行の中でも、摂政、関白は、天皇の補佐、代理人の位置づけであるので尋常には加わらず、大乗大臣も名誉職であるので通常の場合は、筆頭は、左大臣、 欠員の場合には、右大臣あるいは内大臣となる。これに相当する区業は、実質上の大上官の長に当たるため、特に一条と呼んだ。通常は、一条が大上官の会議を主催することになるが、病気や職へ、物意味等で常に出席しているわけではないため、実際の運営においては、当日の会議に参加した区業の中で長司に当たる、人物が一上であるなしに関わらず、 情景として会議を主催した。これを日の情景すなわち日上と呼ぶ。情景となった区業は、弁官劇、死を動員して準備を行い、会議の内容を天皇への上層及び接官への報告を行ったり、大乗官府、感染時などの必要な公文書の発給手続きなどを行ったりした。天皇、 石管の裁下を必要とする文書を、法直、線、情景の判断で裁下、発給が可能な文書を上線と称した。もう一つは、年中行事など、あらかじめ翌年行われることが明らかな行事に、関しては、その行事を取り仕切る、行事書の長官を務める区業を前年末に、あらかじめ担当する区業を字目により部任した。この字目を、区業分配。 担当者を行事情景と称した。ただし、設置や記念国宝兵は一条が務めて、内弁と称し、大条会や二王会は大納言が務めて、兼業と称する慣例があった。この時の情景は、参議が務める場合もあるが国旗、大払い、吉田祭、梅宮祭といった、小行事と称される、小規模あるいは重要性が低い行事に限定され、 多くの行事は中南語以上が務めていた。陰性期以降になると、元は別当と称されていたところの長官や、謝辞などとの取り継ぎ役を指して、情景と称する例が現れる。前者の代表的な例として記録書の長官などが挙げられ、後者の場合は、伊勢神宮、鴨茂神社、六章寺などの重要な謝辞に関する総選などを担当し、宣言によって部任した。 後者は、鎌倉時代後期以降、自社転送へと発展したと見られている。いずれの情景も準備から後処理まで、様々な手続きや作法を必要とするため、様々な古実に通じている必要があり、苦行にはそのための知識の熟達が求められた。ありがとうございます。